私を製造したサイバーライフが現在ユーザーの調査を行っています。あらそう、参加しませんか？はい、参加します。アンケートやる。それでは始めましょう。人間とそっくりなアンドロイドと関係を持ちたいと思いますか？あー、関係か。あ、付き合うってこと？まあ私もう結婚してますんでね、そういう意味でいいですか？まあ家にしておきます。はい。テクノロジーは人類への脅威になりうると思いますか？シンギュラリティってやつですよね、人間を超えてしまうっていうね。まあ実際なってるしね、今も。なんで一部はなるんじゃないでしょうか。もしも無人島に住むことになって何か一つだけ持っていけるなら何にしますか？お、いっぱいあるね。暇つぶしが一番いいと思うんですよね。あ、でもね、紙とペンがあればね、一生遊べると思うんですよ。ゲーム機があってもね、最近のゲームってさ、通信環境がないと何もできなくなるじゃん。あ、でも楽器もありだな、悩むな。まあでも紙とペンがあれば一生思考できるし楽しいんじゃない？あなたはテクノロジーに依存していると思いますか？もう即答ではいです。はい。どのテクノロジーに一番実現してほしいですか？おお、空飛ぶ車、宇宙旅行、脳への機器接続。ああ、これすげえ悩むところなんですけど、自分の能力が上がるような感じするのが一番テンション上がるような気がすんねんな。脳への機器接続にしてみよう。神を信じますか？まあ一応信じるものは救われますからね。気持ち的に信じた方がいいと思ってます。アンドロイドに子供の世話をさせますか？ああ。まあ一部はさせると思うよ。うん、全部は任せないけどね、もちろんね。あなたは一日にどれくらいの時間を電子機器に費やしていますか？起きてる間ずっとだわ。16時間ぐらいじゃないね。緊急手術が必要な場合、機械が手術を行うことに同意しますか？うわー、これでも同意するわ。結局さ、人間だってオペミスはあるわけで、機械の方がある意味正確な部分もあるわけでしょ。で、緊急な状態ってもう背に腹は変えられないじゃん、人がいなければ。いつの日か機械にも自我が芽生えると思いますか？実際 AI でそれっぽいこと起こってるんじゃなかったっけ。だからはい、てかもう目覚めてると思います。うん、独り身だったら付き合ってる可能性だってあるかもしれないですね。テクノロジーが人類の脅威になり得ると思いますか？はいだよね。ああ、紙とペン、楽器が多いんだ。まあ俺も楽器と迷った。すげえ。テクノロジーにもちろん依存してるよね。どの技術が一番楽しみか。ああ、結構脳への機器接続楽しみにしてる人いるんだ。神の存在、これ悩むところよな。アンドロイドに子供の世話をさせるもはいが多いよな、一部はね。で、電子機器やっぱそれ以上だよな。みんな汚染されてるよな、電子機器に。うん、機械の手術も認めるし、まあ僕の答えは大体一般的な答えだったようですね。それでは続きをやっていきましょう。あ、ごめん。お久しぶりカットしちゃった。さあ、マーカスパート、改めてやっていきましょう。ああ、そっか。マーカスパートは、なんだ？このグラフィティってやつをね、探さなきゃいけないんだけど、前回グラフィティが見つけられなくて終わったんですよ。っていうのと、ジェリコを探せっつってたから、ジェリコってのも探さなきゃいけないんやろうな。へえ、なんだグラフィティな。周囲をし、あ、痕跡をたどりジェリコに向かう。そうだね。で、ここでだいぶぐるぐる回ったんだけど、そのグラフィティってやつが見つからんかったよな。まあ前回この本も読んだけど、改めて読んどきましょう。これあれか、手に書かれてるグラフィティがこれやから、これを見つけろってことなんかな。だからこれを見ろってことなんか違う。はい、これだよ。あ、そうだわ、多分来たー、そういうことやったわ。オッケーオッケー、手がかり更新。何の手がかりや。このグラフィティを見つけろ。はいはい。これ先進めるようになってる。あ、先進めるようになってるな。ってことは、こっちの先で見つけろってことやな。降りていくか。
Get you are today。 さあ、こんにちは。またグラフィティが書かれたところを見つけたいです。でも、あ、なんかあるね。ここアンドロイドの充電スポットみたいな。テンポラリーパーキング、アンドロイドのパーキングか。なんやろな、別に一人でうろうろしてても構わなくない？ジェリコはどこにあるんだ？急に聞いてる。わからんやろ。アンドロイド同士だとしてもやばいやつじゃない？急に肩ポンされてさ、ジェリコはどこだ？見ず知らずの人にさ、アンドロイド同士でもこいつやばってならへんかな。そう、あ、来た。あ、ボクシングパンチがあってトラ。あー、ここではないのか。ボクシングパンチはあるから、ここシンボル探す02になってるもんね。2個探せってことであれば、あったあった。あ、このマークや、このマークや。なんかこの囲いマークみたいなやつを探すんだ。オッケー。だけどもう一個あるはずなんかな、この絵の中に。あ、これだ、やったわ。そして手がかりが更新された。うん、今度はなんか雑居ビルの間みたいなところに手がかりがありそうですね。それ以外にもちょっと何かないのか必要に調べていくぜ。何？マンディを捨てなくちゃいけない。マンディがいるとおばあちゃんが暇になっちゃう。私マンディ好きなのに。あー、そうね。おばあちゃんの仕事をマンディが奪ってしまったんや。確かにな、おばあちゃんが暇になっちゃうとそれによってボケたりみたいなこともあるやろうけど、まあでも別に暇になったとしたらさ、なんか手芸したりとかゲームしたりとか、なんか趣味におばあちゃんのね日々を費やせばいいんじゃないのかな。あかんのかな、そういうのは。なんかこの人たちとかね、話しかけたりできんのかな。あ、入れないわ。ここのバス停は人間専用ってことかな、ね、アンドロイドバンド、あ、ね、残念ながら。頭のクリクリ外して人間っぽく振る舞ってんねんけど、あ、バレるんかなその辺は。アンドロです、どうも。よ、カール・マンフレッドのニュース聞いた？あ、なんだか死んじゃったやつな。アンドロイドが殺したって。そうだ。それ本当？うん、なんかで読んだ。俺じゃねえぞ。またガセなんじゃないの？ガセだ、ガセ。てか、まあ、心臓発作なんだ。誰が殺したというわけでもない。あ、息子が原因ではあるよな。あ、なんかこういうところじゃない？違うかな。あれ、これ赤信号で渡れんの？あれ、あ、そう。あ、青なった。止められてたと思ってたんですけれど、普通に渡れました。あ、これもなんか手がかりになりそうなグラフィティではあるんやけどね。でもなんかあの囲いマークみたいなやつはないから、ここは関係ないんだ。消してる。全然消えてへんぞ。もっと頑張れ。なんか洗剤が悪いんじゃないか。お、高圧洗浄とか使うといいかもよ。あ、ごめんごめん、余計なお世話でした。めっちゃ睨んでくるじゃん。あ、いや、そのグラフィティじゃないの。あ、これか、あったわ。ちょっと見つかりにくかったね。まずこれが一つでしょ。井戸のやつ、井戸の E みたいな囲いのやつな。あったあったあった、これね。 OK、 手がかり更新。ん？ロボット？あ、でもこれ、あー、ここだ。あったあったあった、早いもんで。で、3つあんねんな、この辺に。お腹やろ。あー、お腹に書いてるよね。あー、全部あるじゃないですか。簡単。あれ、ちょっと届かない。かがむ。あ、入れんねや。ん？何？なんか気にしてる。まあ確かにこんなところにこっそり入ろうとしてるの怪しいよな。まあめちゃくちゃ人歩いてきてますけど、あなたが警戒している、それは無駄だった。取り除く。あー、ちょっと待って、でも先に奥探索しようぜ、こういう時はね。おー、車屋さん、元車屋さんって感じかな、この辺は。何もなさそうかな。こういうところに手がかりあったりするんじゃない、こっそり隠れ手がかりがね。その隠れ手がかりを見つけていることにより、真のジェリコに、偽のジェリコと真のジェリコがあって、
新ジェリコにたどり着くことが俺はできるみたいな。そんなこの上とかね。あ、なんかあるじゃん、ほら。あれ違うの？井戸の井に見えたけどね。あの人のちょうど耳の後ろぐらいに当たるやつ。あ、でもこの手がかりが表示されている時しか見えないんかな。そういう仕組みになってるんかもしれん。だからあのロボットのやつを完了させたら次はあのグラフィティが表示されるんかもしれん。先に見つけちまったようだな。じゃあちょっとやるか。この奥もちなみになんもない。うん、オッケー。ほいほい。そっか、骨があるから見えなかったよな。普通にスキャンできそうなもんやけどな。こっちか。ほい。んで、やっぱりー先を見せてしまいましたね。おい、余裕。あ、3つもあんの？え？これは見つかったけどさ、1個しか見えてなかったわ。あ、いけた。え？ああ、いけたいけたいけた。いや、見えてなかったけど俺。で？あれ？見えないな。なんだ？押す。はい。はい、おお、あ、この裏にあったわけね、印が。多分登る。あ、そういうこと？向こう側に行こうみたいな、そういうこと。特にあと何もないかな。ん？向こう側に行かないとあとは見えないってことでいいんかな。うん、ぽいな。はいはい、じゃあこれ登るか。はい、トン。ほい、オッケー。あ、でこれで新たな手がかりが見えるようになると。これか。よし。ん？さあ、これジャンプで渡れってか。まあでも落ちたところで予測。はあ、右スティックでルートを選ぶ。あ、ここだとルート検証。そんなことできる。ジャンプやばいな。いけ、バシャギボケボブレーって落ちんねんな。まあいける可能性もあるよ。うん、ちょっと他のルート探したいですね。じゃあこの右、ああ、いいですね。このなんかバキバキバキって折れたところを渡るルートはどうですか？ほい。え、ジャンプした？え、無理やろ。はい。で、待て待て待て。うん。何、こっからは予測不可能ってことですか？これ以上先がさ、見れないんよ。あ、でも落ちますぜってことなんかな。うん。見れないわ。他のルート。あー、はい。いけたわ。で、計算。おー、ルート解除できましたね。はい、実行。なにわのモンキーや。アンドロイドカーのモンキーなめるなよ。よし、でこれを見つけろってね。この辺も特に何もなさそうかな。よし、降ります。はい、よし。おー、終わったー。スパークルシティ。すーげえところに来たもんやな、パルクールおじさん。お、火薬庫じゃねえか。まあ、一応周りもざーっと見るけれども、ここでしっかりと3つも探さなきゃいかん。うん、1個は見つけられた、2個は見つけられた。あ、今回は素直に3個とも見つかったね。素直でよろしい。変なギミックはないようだ。俺完全に廃墟内って感じやから、予測。はい。ああ、どのルートで廃墟内に入ろうってことやんな。あ、まずここから見ていこう。はい、ズン、ピョン。はい、お前ならやれる。乗り込み、そして、はい、左に行き、左に行き、飛び。お、パールクール、サスケ&、まあ、これ普通にまっすぐ行けるでしょう。はい、高すぎ。あ、マジ？ダメルートでした、残念ながら。ここから、あ、あるじゃないっすか、こっちルートがあんねんな。ピョイーンで、
計算。はい、折れないこれ。実行。いや、もう少し別のルートも予測したいね。無理ですか。はい、すげえな、アンドロイド。確実に行けるルートを事前に計算してできるんだ。はあ、パルクールの選手とかってこういうことしてんのかな、人間が生身でね。この老朽化が計算に入ってなくてバキッて折れるみたいな、そんなことはなさそうや。よっしゃ、室内で。あー、暗いね、やだね。あー、ちょっと鼻をかんできました。そしてちょっともう一回鼻かんできます。最近花粉やばないですか。いやー、マーカス、お前はいいよな。花粉症には悩まされていないんだろう。鼻だけ取り替えてくれんか。この花粉症というエラーを持った人間の鼻と医者のパッチ適用でも治らんのよ。出ました。さて、なんかこれっぽくない？違うんか。ん？いけない。なんもないな。お、なんだこれ、それっぽい穴が開いて。あー、でも違うな、穴の開き方がこのグラフィティとはちょっと違うわ。なんか人がいるぞ、人がいるぞ。死んでる、はい。あー、アンドロイドや。あー、壊れたアンドロイドの残骸が。そう、なぜなんだ。お前ももしかしてゼリコを求めて。これゼリコを探すのとこのグラフィティを探すのってさ、リンクしてるってことでいいんかな。どうなの。穴開いてて右側に黄色い太陽みたいなのが書いてあるんだよな。穴の開き方的にここやんけ。俺が入ってきたところやんけ。それがグラフィティの場所やった。この辺にあるはず。あ、あった。これ角度か。はいはいはい、こうしてこうでいける。オッケー、よっしゃ。で、手前になんか石像がある場所、どこだ、ここか。はいはいはい、取り除いて。おら、いや、こうするために生まれてきたからね、マーカスはね。そう、キードけるために生まれてきました。はい、キーどけてここ入るために生まれてきた。それだけのために生まれてきたアンドロイドやから、ここは得意や。でこ、え、あれ、ちょっと待って、あれ、手がかりここやろ。よ、うん、これっぽいので、この辺にスキャン対象があるはずなんだが見つからない。ん、あれ、グラフィティも見れなくなっちゃったな。あれ、抜けてきちゃったからか。あ、待って、シンボル見つけたで終わってんのか。あれ、いいんかな。うん、オッケーということにしていいですか。なんかスキャンしなかったけど。ああ、これがジェリコではなさそう。何ここ。船に向かう。船、希望の船、エスポワール、ノアの箱舟であれば。あっ、壊れちゃった。いや、この船、俺を救ってくれる船なんか。なんでジェリコに向かってんやろ、よくわからんねんな。ジェリコに向かうんだって言われたから向かってる、それだけやからな。見ず知らずのアンドロイドにね、ジェリコに向かえって言われたから向かってる。まあ、やることないからな、マーカスも。親を失い、何していいか自分でもよくわからなくなってんやろな、マーカス。人生の希望を見出すためにジェリコに向かおうとしているのか。何しよっか、ジェリコに着いたら。今ジェリコに行くのが目的になってるやんか。ジェリコに着いた後また
人生の希望を見失わないか。そうやねんな、アンドロイド、この子家事手伝いするために生まれてきたアンドロイドやからな。そっから放り出されたら確かに目標がなくなっちゃうんだよな。人生の目標、何をすればいいのかっていう話が。そういうアンドロイドたちが集まるところなんかな、ジェリコって。ねえ、俺たちはどうやって生きていく、これから何をしていくっていう話をしているんかもしれない。さあ、ジャンプ。ボートへの別のルートを探す。あ、それもありですね。ジャンプするのもいいけど。あ、それがこのルートか。ジャンプしよう。ここは予測しないの。え、ジャンプせよ。おーい、ちょ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 、あ、ジャンプしたってことでいいの。完全に足踏み外したようにしか見えへんかったけど、全然ジャンプしてなかったけど。あ、でも良さそう。タフやなお前。はいはい、行け。ジェリコの歓迎、手荒いな。行きます。よし、船にジェリコ使えてたし、ジェリコはね。右か左か、船を探索しろ。明かりをつける。あ、なるほど。明かりを見つけることがまず急務ですね。あ、やった、ラッキーいいっすね。そんなんでつくかよ振ればつく、叩けば治るみたいな。それと同じ考え方です。なんか影開いたね。船を探索する、了解です。なんかあるね。なんだ、奥か。なんかバイオハザードみたいになってきたよな、この感じ。この奥に、はい、扉があって、それ以外は特に何もなさそうなので、開けましょう。あ、残念ながら開かないようだ。パワーの問題じゃね。頑張れ、もう一回。ダメか。この奥行くか。あ、怖い怖いちゃんと怖いホラーじゃないか。ちょいちょいホラーなんの嫌やな、これな。ホラーって聞いてなかったのにさ。はい、開けるよ。うん、これも開かないね。左奥に道がありそう。ああ、なんか両方道ある。右の、あ、右は道じゃないな、これなんだ。あ、こっちも道か。見る、あ、見る見る見る。押す。はい、開いた。なんか誰かいそうな気配すげえすんねよな。音鳴ってんもんね。やっぱここに何かを求めてきたアンドロイド仲間が、あ、 RA9 って書いてるね。やっぱRA9、 それを知る者がいるぞ。 RA9 とジェリコの関係性ってあるんかな。なんかここも見ていくか。ほんじゃ、はい。うん、開かない、残念。この消火器は関係ないか。まあもう使えなさそうやな、この消火器な。何年も前のでぐっちゃぐちゃになってそう。使用期限切れてそう。うわっ！やめろってほんまに走ってった向こうやけど、まあでも走ってきた方も気になるよな。どっから走ってきたんや。なんもないやんけ、マジで。ほら、やめろってなんもないところからなんで走っていってん。何しててん今の人は。アンドロイドやな、多分な。アンドロイド仲間が、はい。怖え。痛い痛い。すました顔しやがって。プレイヤーはこんなにも驚いているぞ。任せ。俺とシンクロしてくれ、しっかりと。さあ、左奥か右奥か。多分左奥に行ったよな。ここを開けた痕跡がないもん。あ、開いた。でも開いてないんかい。開いてないんかーい。
壊れに壊れてんな。でも仲間がいそう。いけ、開けろ。あー、いた、いた、どうぞ。さあ誰かいるのか。ここも開けた痕跡がないのよな。なんなんだ。なんかすげえ急いでそうやったのに、このドアだけはちゃんと閉めていったんや。律儀なアンドロイドや。そういう風にプログラミングされているだけありますよね。この船に入るときみたいにさ、いつ床が落ちるか分かれへんのに、結構マーカスの用心みたいな。うわー、そうだ、そうだよね、そうなると思ったよ。ちょい、あー、見て、今の完全に腰あったよ。ヘルニア大爆発。立ち上がりよ、立ち上がれるか、マーカス。なんか刺さったんちゃうそれ。手に取る、はい。当たりはいいとして、そこのなんか出っ張りみたいなに背中刺さったんちゃうか。ブルーブラッドは出てないか。あ、アンドロイドばっかりや。あ、よう、ジェリコへようこそ。お、ジェリコやった。おお、ジェリコに身を隠す仲間たちを見つけた。あ、でもここルート1個しかないからな。あ、ここ行くルートが別であったんや。橋の上を歩く以外の。ああ、なるほどなるほど、ここ通らずに行くっていうのがありなんか。もういきなりこのクレーンのルートを見つけるっていうのがありなんか。アンドロイドの死体を見るが 40%。 ああ、なんかちょっと見逃してるのありそうやな。まあ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 、でも大きくはルートからは外れてないみたいな。ここは一本道ルートでしたね。で次はコナーかな。いやー、コナー残念やったな。 AX400 は見つけられへんかったようや。他の捜査に行こうぜ。警部補と和解する。そんな喧嘩してたっけ俺。あんま喧嘩した覚えもないんやけど。あー、でもそっか、ターゲットを逃してしまって喧嘩してんのか。和解しよう、知らない。あ、競馬の話してる。あ、やっぱそうや。でも警部補と和解するためには材料が必要や。それで前回給料一緒。ヘビーメタルサンドイッチとかないか。ヘビーメタルの反応良かったよね。でも犬の話したら、あ、犬の話も反応良かったよね。ただバスケットボールの話をしたら、お前がいなきゃもっとちゃんと見られたのにね、嫌味言われたんや。だからキーワードは犬とヘビーメタルや。ヘビーメタルっぽいもん探そうぜ。重金属探さいいんじゃないか。あのゴミ箱の中にヘビーメタル落ちてないかな。これがヘビーメタルです。あー、でもなんか手がかりになりそうなもんないな。しゃあない、手ぶらで行くか。口八丁だけで和解できるか。ヨハンくん、たくん、何なんだ。仲良くしようぜ。人の言うこと聞きやしね。聞いてるよ。金魚の糞みてえに俺についてくんな。糞でーす。ペチョペチョ。あ、ちょっと悲しそう、ハンク。じゃあコナー、あー、まず謝罪からやな。署での私の行動についてお詫びしたかったんです。署で、あんなことを言うつもりでは。おいおい、お前ごますり謝罪プログラムまでついてんのかよ。あ、でもちょっと嬉しそう。最近のサイバーライフってのは気が利くね。お待ちど。ハンバーガーなんだよ。体に悪いぞとか言うの。まあ、ありがとう。うん、まあ、スキャンはしたけど。パラペグな、そいつ置いてくなよ。ああ、心配すんだ、俺にべったりなんだ。ああ、ちょっと嬉しそうやん。べったりだよ、もうぴったりくっついてくるな。ああ、そうだ、もう絶対に離れないかんな。ほら、二人はさくらんぼなんだ。何ステロールの話。いや、召し上がれやな。どうぞごゆっくり。うん、どうも。あ、嬉しそう。あ、いいじゃん。いや、ちょっと、この地域について。あなたは顔が広いんですね。生まれも育ちもデトロイト、知らない奴はほとんどいない。幼馴染か付
捕まえたやつか、その両方かだ。あ、嘘。パンクとアンドロイド、コナーについて、あ、変異体について普通に聞こう。変異体の情報を共有しておきましょう。これがいいんじゃないか。そりゃ助かるね。どうぞ。彼らは機体のソフトウェアに発現した何らかの変異に誘引され、人間の感情を模倣し始めるんです。わかる言葉で言ってくれ。実際には感情ではありません。非合理的な指示に制圧されたことで予期せぬ行動を引き起こしているんです。もっと簡単に。感情ってのは厄介なもんさ。俺たちはそう違わないのかもな。俺について話していいか。いや、自分のことばっかり話すやつ嫌いかもしれんな。でも私について知りたいことはあるわけ。いや、何だ。ある。お、興味持ってくれた。なんでお前はそんな間抜けな見た目と声にされたんだ。かっこいいだろ。アンドロイドは人間と共存できるようデザインされています。ちょっと間抜けな声と愛嬌あるやろ。容姿は社会に溶け込めるようデザインされているはずです。いや、失敗だな。あら、これについて聞くしかないんか。個人的なことを聞いてもいいですか。なんか嫌そう、これ聞かれんの。なぜそんなにアンドロイドを嫌うんです。いろいろ訳を言って、前も変異体の操作を。あ、そうね。数ヶ月前、ある変異体が屋上で少女を人質に取ったんです。それが始まりよ。少女は私が救った。まあどうせお前のことだから、俺のこと調べ上げてんだろ。あんま知らんのよ、真実を。あなたは学校を首席で卒業し、調べてた。事件で名を挙げ、デトロイトで最年少の警部補に昇進しました。ですがあなたはここ数年の間に幾度も懲戒処分を受け。そうなんだよ、すっげえやつなんだよ。バーに入り浸るようになった。パンクはだから何だってんだ。どうしたん。冷酷はダメ、心に訴えかけよう。あなたはベテランの刑事ですし、信用を得たいと思っています。協力し合えば必ず事件を解決できるはずです。あー、好感度上がった。何でも今新しい事件の報告が入りました。あ、そういうことか。このすぐ先です。仲良くなるのと危険信号が見に来ませんか。同時に発されたから良くないんかと思ったら。それではごゆっくり。私は車で待っています。いやでも今回はバッチリ好印象なんじゃない？ときめきメモリアル来たわ。やったわ。おい、コナー。バッテリーでも切れたか？元気よ。すみません。サイバーライフに報告していました。お前ずっとエレベーターにいるつもりか？いえ、行きます。休憩してました。容疑者を尋問する。で、男の情報は？なんか事件があったんか。あまり近所の住人、ちょっと待て、人から妙な物音が部屋から聞こえていたと報告が。空き家のはずなんですが、ただ LED を帽子で隠した男の目撃情報があります。あったく、人手が足りないってのにいちいち物音がしたってだけで捜査してられるか。ちょっといちいち調べようぜ、これは。ああ、なんか捜査いろいろできる場所ありますね。お前本当にエレベーターで報告を送ってたのか。分析していい？目を閉じるだけ。あ、カワラバト、さまざまな種から形成。そうです。よかったね。羽。便利なもんだな。こっちまるぞ、なんかノックします。おいっす。なんと出前館です。アメリカまで来ました。なんかせえやハンク。ノックする。はい。すみません。開けろ。デトロイト死刑だ。お、急にドスの効いた声出したね。いろいろ演技できんじゃん。はい、なに。あ、かっこいい。キュー、折れる。ハンク、抱いて。お、行くじゃん。ちょっと俺こっち見ていい？ハンク、ごめん。俺まだ見るもんあるかもしれんね。これね、犯人尋問するための材料が
この辺に散らばってるってことやろうからさ。でその材料の有無によって尋問の結果が変わるんでしょ、今までの傾向からするに。だからちょっとハンクがなんかしてる間にこういうとこ調べときたいよね。何ですかこの形は。ちょっと待って待って待って、ハンクちょっと暴れないで勝手に。クソ、何なんだこりゃ。もうこっちのセリフだよ、まあ、なんかしてんね。ああハト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 。こっち側トイレの方なんかな、これトイレっぽいところは何もなさそうやから、これ調べよう。じゃあ、テント。そんな無駄足みたいだ。お、クレジットカードじゃない。ミシガン、フェイクアイディ。ああ、ルパート・トラビス。偽造の運転免許ですね。そうか、収穫はあったな。ルパート・トラビスさんに化けてたんでね。さあ、他にもあるぞ。こっちは UFD。あ、アーバン・ファームズ・オブ・デトロイト。都市農園のポスター、あ、ファームか、ごめん、ファームじゃねえや、うん、ん、なんか割れ目、違うか、あ、これか、なんや、最近剥がされた、いや、これ剥がそうぜ、剥がされた後で後ろに割れ目でしょ、完全に怪しいやんけ、剥がせ剥がせ、これなんだよね、そうだよね、またこの謎のハンコみたいなやつ全く読めない、息が詰まるぜ。なんかあったか。なんかあったぞ。ええ、多分ノートのようですが。あ、めっちゃでかかった。ただ判読できない。あ、調べな、時間制限はあるんかな、これ。あれ、さあ冷蔵庫の中には容疑者は食事をとっていないってことはアンドロイドってことなんじゃないかねえ。19日とか全然食事取らなくても過ごせてたもんね。どいてどいて。容疑者は野生の動物に興味を持っている。ああ、アンドロイドだけれども動物とかに興味を持つような、そういう感情が芽生えてきた。そういうアンドロイドの調査になるんじゃないか。さあどうだ。うん、ミリタリージャケット、え、 RT のイニシャル、 RT、 RT イニシャルでしょう。ジャケットに自分のイニシャル、幼稚園児じゃあるまいし、そんなことするか。アンドロイドなんやろ。いや、型番かもしれん、 RT。 待って待って、さっきの何だっけ、パッドトーピーじゃないよな、名前忘れちゃったわ。さっきのイニシャルとはまた違うか。なんで RA9 が書かれている。やっぱりアンドロイドの仕業やな、これは。これはどういう意味だ。 RA9 2471箇所も壁に書かれています。オーティスのアンドロイドが浴室に書いたものと同じだ。なぜこんなに取り憑かれたように。マジなんなんやろな。こりゃまるで迷路みたいだな。迷路みたいには見えへんわ、ハンク。全く同意できないぞ、ハンク。 RA9 についての情報が今んとこ全然ないんだよな。上から、こっちから見るか。これは鳥の巣になってる。ハトは勘弁してくれ。サンプルを取ろう、オッケー。あ、食べた。うんちじゃないの、それ。あ、ブルーブラッドや。マジ失踪届け。 WB200 型、ちょっと古めの型やな、これな。で、お、頭外してる。シンクに LED が。やっぱりな、そりゃそうだろう。ハトと暮らせるなんて人間じゃない。で、分析すべき手がかり。この椅子を使って倒されたんやな。はいはい。鳥類の糞の痕跡もある。で、もう一つ手がかり、どこや。あー、こっち、あ、なんだこれ、何、蓋の開いたマーカーペン、まだ湿っている、最近使用された。黒で何かを書いた。再現できる。ああ、 RA9 ね、を書き続けたわけか。はいはい。容疑者は最近までここにいて RA9 とずっと書き続けていた。はいはい。
分の1やったからもう少し分析できそうやな。戻ってみよう。あ、ここか。容疑者はリビングに逃げていた。ここで RA9RA9 って書いてて、で何かに驚いてリビングに逃げていったわけやろ。俺たちか。タンクが銃を構えて、オラーって言って脅してね。で今逃げてったってこと。いや、それにしては鳩がここにね落ち着いて溜まってたからな。どうだろう。でもまだ近くにいる可能性もあるってこと。鳥の餌？あ、分析しよう。いいぞ。おい、冗談だろ。お、指紋や。アンドロイドの指紋。鳥類の糞の痕跡、指紋なし。あ、糞を掴んで跡が残ってるってだけか。指紋はないからやっぱアンドロイドなんや。まあそこはもう分かったわ。で、ここは、引っ掛け傷、最近のもの。アエンメッ、引っ掻いた。ああ、鳥かご。なんで分かんねえな。これなんだ。最近破損した。そうやな、再現。だから逃げて、はいはい、うん、お盆で、ああ、当たったんやな。玄関の方に逃げようとして、で当たって、はいはい、で、お、なんかあるぞ。容疑者は我々の侵入に気づいて、やっぱそうやんな、今まさに今やんな、まさに今こっちの方に逃げていきの。おう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 、容疑者まだここにいる。上に行った。そういうことやな、やっぱそうやんな。ハトどもに餌を与えてたってのか。まさに、まさに今の話やったよ。これ上に行けって書いてるけど、もうちょっとなんか材料ないか。容疑者を尋問するっていうのがさ、今回のミッションじゃん。尋問するための材料、他に見落としはないか。なあハンク、もうちょっとだけ調べる。この辺に何か。容疑者さ、屋根裏好きすぎ、みんなすぐ屋根裏。アリエッティかよ。こっちのトイレっぽいとこ入れないかな。入れないか。イエイ、何もなさそうだったぜの顔。よし行こう。何もなさそうでしたもんな。さあ上行こう。また屋根裏か。ああ、何、痛い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 。ハンク、ハンク、何ポケットしてるやつ。俺がお前に言いてえよ。俺こけてたやんか。あぶね。はい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 、ドガン。はい、行け、急げ。はい、バツ、バツロ、出し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 。次は捕まえるぞ。あーつ、スキャン、早いがリスクが高い。あー、いや、早いがリスクが高い方行こう。オッケー、よっしゃ。バランスの取れた経路、速いがリスク、速いがリスクが高い、行こう。よっしゃ、行け。あっ、オッケー、ジャンプ、なあ、間に合った。で、アルツスキャン、ダイレクトだか、うー、ダイレクトだか混み合っているとこ行こう。よっしゃ、そうじゃないと間に合わさそう。こっちか、はいはいはい、バツ、大丈夫、はい、パルクール戦、バツ、行け、スキャン、バツ、大丈夫、バツばっかりや、行ける。え、どこ行った、あ、どこ行った、あっちか、やばい、急げ。これは、うん、開けて、くそ、決まったぜ。さあ、うん、スキャン、早いがリスクが高い方行こう。もうとにかくリスク、リスク、リスク、リスクを取っていくぜ。頑張れ、バツ、三角、あ、ちょ、間違えた。でも頑張ってくれる、コナンは頑張ってくれる。バツ、いけ、ツー、はい、バツ、いける、ナイス、捕まえられそう。冗談きついぜ。おお、コナンしか無理ある。コナン頑張れ、コナン、バツ、いける、はい、三角、三角、三角、連打連打連打、
いけーこなー木にぶつかるなーやばいキャラコンキャラコン急げバツかスギモンジャンプはバツ基本的にバツいけるはいはいはいで次はバツバツオッケーあーちょっと閉まらないでアルトスキャンダイレクトだから混み合っている方行こうはい危ない越えてはいこっちはいピョンピョンからのはいピョンはい普通に追いかけない方が良かったよしブロックしてくれてる待つはい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 人には危害を加えない優しさからの見えないクソ草むらに逃げ込むんじゃないトウモロコシの中を追うのは得意だぜハンクーハンクーくそ、まあ、急げ急げ急げもう少しでくそ私のせいですもっと急いでいればあ俺が足引っ張ったんだよあでもまあいい顔は分かった見つかるさハンクおいコラ何でもないいやでもときメモとしては成功やオッケーやろハンコを救えオッケーオッケーオッケートロフィーも解放されたしいいんじゃないかあルパートに逃げられたな残念でもこっちやっぱこっち選択しちゃうよなみんなねえこの選択は良くなかったんかないやわかんねえ俺にはどっちが良かったのかあ走り書きを見るでなんか調査できてないところありそうやよな俺まだまだ結構しっかり見てるつもりなんやけど見落とし結構あるねこれ下のルートって何や 2% のルートってことやんねこういうルートもあるんかへえ。まあいいでしょう続き行こうあらカーラのパートにはならないんやジェリコ兄貴のパートになるんやあなたたちは逃亡者君と同じだ俺はジョッシュサイモンだノースよ名前覚えられへんそんな一気にジェリコについて教えてくれここがジェリコ奴隷生活から逃げ出した者の隠れ家さ MP600 結構新しい型番やぞなんで隠れてるんやどういうことだジェリコはアンドロイドが自由に生きる場所じゃないのか俺たちは自由さ理想とは違うけれどもうご主人様はいないんだ誰のものでもないんだよで道しるべアンドロイドだけが道をたどれると分かっていたのか仲間のみがジェリコを見つけられる印を解読したなら仲間が君に鍵を渡したってことだそういうことなんやなうんここでな俺たちが自由に暮らせる場所ジェリコを探すこの人はなんで鍵持ってたんや君の気持ちは分かるよでもここにいる方がずっと自由だ自由なのか今の君たちは恐怖に心を支配されているそんなの自由だなんて言えない支配者が変わっただけだ君も迷子なんだねそうですでも今はこれで我慢するしかないんだよみんな迷子よなここは安全だ好きなだけここにいるといい、うん、この人たちの動力ってなんなんやろきっと助けてくれるルーシーアンドロイドの動力ってなんなんや電気じゃないんかそういえば何もなくてもずっと活動できてるもんな、うん、さてルーシーを探す、ジェリコを探索する話そう人間は死ぬことを怖がっている怖い死んだ後はどうなるのさあアンドロイドは僕にはわからない私はあと数秒で死ぬわあらあなた名前はマーカス数秒経ったぞあえてよかったわマーカス
死んじゃった。活動停止。アンドロイドの庭園に行ったんかな。アマンダに会えるか。アンドロイドの死ってどういう形で訪れんやろな。あ、教えてくれや。ダメかな。なあそろそろ怒られそうやからやめとこう。いろいろあるね。よし、その子は要らなくなったからって捨てられたのさ。ああ。ここに来るまで路上生活してたんだ。かわいそうに。何かしないとみんなシャットダウンしてしまう。修理にはブルーブラッドと生体部品がいる。シャットダウンした人から回収してるけど、それじゃ足りないんだ。じゃあどうするんだ。みんなゆっくり死んでいくんだよ。だよな。ブルーブラッドの定期的な供給とかがいるんかな。この子のことを調べることはできないか。これは火を起こす。あ、いいね。はい。あ、怒られる？勝手にこんなことしたら。温まろうぜみんな。若干明るくなったわ。嬉しいね。箱にはもう何も入っていない。何が入ってたんやろ、もともと。こっちは？あ、いいね。サイバーライフ社からの箱やから。サイバーライフ倉庫のある港、ミシガン州デトロイト西なんとか通り。読めなかったルート。おお、そんなことできるんすか。デリコ探索終わっちゃった。いや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 、まだまだよ。まだ向こうにもなんかあるし。あれ、ここにいる人に話しかけられなかった、さっき。うんね。あ、こっちも火起こそう。はい、火起こしして、船中を明るくしてよ。やあノース、仲良くなろうぜ。ジェリコについて。一体誰がここ。今じゃ誰も知らない。うまいな、ボール投げんの。誰であれ、この船のどこかに眠ってるんじゃない。うん、君はここに来る前はどんな仕事。余計なお世話。あ、怒った。激怒。えっ、あんまり言いたくない仕事をしてたよな。いつからここに。いつからここに。4週間と3日と11時間。正確だな。逃げた時行く当てがなくてね、ジェリコに来るのが一番かなって。あれ、お前は。安らぎが欲しいならよそに行けば。ここに安らぎはないのかよ。ちょ待って、ラルフがもうこの子は話しかけられへんけど。ラルフ、え、これラルフじゃないの。 WM500 ラルフだよな。お、ラルフ、お、おい、おい、ラルフ。ま、マーカスのことは知らないもんな。話すことはできないが。あ、でもちゃうわ、顔がでも傷ついてないからラルフと同じ方ってことか。どう見てもラルフなんやけど。でも顔が綺麗なラルフや。なぜなんだ。どうなってんだ。あ、な、まだいっぱいあるな。あ、こっちも火つけよう。さあ、火をつけることにより探索できる場所が増えたりしてるのかな。火をつけたことによってアンドロイドたちがここで暖を取って、で話しかけることができるようになったりとか、そういう感じでもないよ。僕ひどい状態だろう。だな。いや、ひどい状態だよ。診断プログラムももう動かない。うん、動いたところで結果は変わらないけどね。何があったんですか。車の後ろに縛り付けられ、
人間の暇つぶしさ。虐待か、アンドロイドへの。シャットダウンするのは嫌というほど聞いてきた、その話。いや、死にたくない。虐待受けてここに逃げてきてシャットダウンか。確かに。4つ火を灯すと宝箱が出たりしないか。しないな。あれ、この辺になんか調べるポイント出てたような気がしたんやが。あ、これなんかめちゃくちゃルーシーっぽい。あ、自動で発動しちゃった。違う、あなたがルーシー。お腹にボットって書いてない。まあロボットか。顔が半分しかない。座って。あ、ルーシーやった。俺の道しるべになってくれるんか、ルーシー。見せて。何を。顔、手、めくる。あ、何を見せんの。脇腹。あ、毛が。止めてあげましょう。はい。お医者さんなんかな。あ、痛い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 。人間と同じような治療法なんやな。はい。あ、でもアンドロイドは痛みを感じない。おお、そっか、ハンダゴテみたいな感じで使ってんねんな。すげえ。でブルーブラッドな、これ。飲んで。飲むもんなんや、ブルーブラッドって。ありがとう。人間もこうやってね、飲むことで血液をそのまんま補充できたらええのにな。輸血完了ってこと。立ち上がりいいよ。手を出して。なんだ、全部黒目。全て持ち、全て失い、はい、その後ひどい地獄を見てきた。心は闇に覆われ、でも影もあり、また光もある。どちらが勝つか、私たちの運命はあなたの手の中に。全部託された。そんなゴムタイナ。いや、今何運命託しとんねんの目してたよ、マーカス。もそのために来たんじゃないし、俺の自由はよ。ルーシー怪しいよ、なんか急に全部託してくるし、俺に。俺の自由は何するんやっけ。んでサイモンに計画を提案するか。はあ、もう本当に俺の計画を提案してこの船を担う男になるのか。俺がルーシーに託されちゃったしな。女子にも会いたいが、あ、そうそう、あとこのノースのね、この階段とこ行きたいんやけど。わあ、ノースバリア貼られてる、ボールで。ほら、行くんじゃねえぞ、ドッカンカン。いや、ノース怒らしちゃったしな、しゃあないか。ラルフも気になる、ラルフもどきも気になるけど。サイモン。サイモンに話すわ。よ、サイモン。修理に部品が必要なんだろう。港にあるサイバーライフの倉庫、あそこなら全て揃ってる。警備がいるだろう。自由に部品を持っていけるわけじゃないんだ。まあね、彼らに頼んだって。人間に頼む必要なんかない。お、武器はどうするんだ。ろくに戦い方だって知らないんだぞ。だったら戦わずに盗めば。なかなか無謀にも程があるだろう。かもな。でも何もしないよりはマシだろ。せやな。やりましょう。お、来た。ノースとちょっと仲良くなった。ジェリコ？サイモン。あれ、これジョッシュやんな。わかった。やろう。うん、あ？なんか今ジェリコと仲良くならんかった。ジェリコってこの船やんな。船が俺を愛した。どういうこと、どういうこと。ジェリコの好感度上がったんやけど。
謎だ。まあ一応ここの中はそんなに探索する場所も少なかったし、全部見れたってことで良さそうやけど。うわ、ジェリコと仲良くなったん気になる。